お前10年ぶりだな、こうやって2人でテレビの前で話すの。どういう気持ちだ今。お前いなくなって10年ぶりだな、カメラの前で喋るの。2人でこうやってカメラに映ってんの、お前どういう気持ちだ。どうしていいか分かんないのか、さっきからずっと。俺もどうしていいか分かんねえんだよ今こういう状況になって。2人で喋らされてどうしていいか分かんない。ここにいる全員どうしていいか分かんねえんだよ。当たり前じゃねえからな、当たり前じゃねえからな、この状況。いつか誰かが、いつかめっちゃイケが番組にしてくれて俺普通に戻れる、そんなことねえからな。